こんんばはですお仕事の前の短い一気ですけど見言葉に触れてこのイエス様が言われたこの見言葉ですね今日はこの「ルカの音書の21章」のこれ29節からお読みいたします少し「はいそれからイエスは人々に例えを話された一軸の木や全ての木を見なさい」。 木の実が出るとそれを見て夏の近いことが分かりますそのように、えー、暗いのことが起こるのを見たら神の国は近いとしなさい誠に、えー、あなた方につけます全てのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りませんこの天地は滅びますしかし私の言葉は決して滅びることがありませんあなた方の心が宝刀や深酒やこの世の患い この世の災いのために、えー、沈み込んでいるところにその日が罠のように、えー、突然、えー、あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。えー、その日は、えー、全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれはすべてのことから逃れ人の,この前に立つよう。 ことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい、えー、感謝いたしますイエス様からの言葉油断せずに祈っていなさい、えー、なかなか、えー、日頃のに忙しさに怠けてしまいますけど改めてイエス様の御言葉をに感謝いたします今日もイエス様と共に歩む際は、えー、恵みを覚えていきたいと思いますマスタートエ、えース御言葉フレーテでした次回の御言葉フレーテでよろしくお願いいたしますまたこのマスタートのこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いします、えー、また聖書を学ぶお友達も 募集してますので、よろしくお願いします。えー、マスターでした、えー。次回のおめでとうございお会いいたしましょう。仕上げのやつ、パシャムとジュシャロム、シャロム、シャロム。